今日はメイク薄いですね。だがしかし眠たい。こんばんは。もうボサボサ。今日も髪の毛は結んだんですけど、今日はシナモンクイーンイベントということで白にしました。眠たすぎてね、本当にね、本当にめっちゃ眠い、つらい、眠たいってつらいよね、この眠たさは。そう、18時40分ぐらいから53分ぐらいまで、でも目覚まし聞こえなんか、目覚まし携帯の目覚ましで鳴らしてたんですけど、それは聞こえなかったんだけど、ちゃんと起きました。こんばんは、正太郎さん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。シナモン君待ってますでしょ。だるまいっぱいありがとう。なんか顔出しは2日ぶりぐらいなんですけど、メイク薄くて、ちょっとメイク足しながら配信にしようかな。眠たい。ちょっと待ってよ、これをこのままいく。ちょっと待って、一瞬ちょっと待って、ここでやろう、やっぱり。よいしょ。ああ、眠たいよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。配信終わるとこだった。こんばんは。あ、本棚がね、見えちゃった。まさたろうさん、ありがとう。だるま、あ、山ちゃん、シナモンくん、ありがとうございます。ちょっと本当はこれ逆向きがいいけど、ちょっと待って、準備が悪すぎるよね。よいしょ、よいしょ、よっこらしょ、よっこらしょ。違います。これは自分で染めた棚です。さっき一瞬映ったあの本棚は私の自分で染めたカラーボックスです。ちなみに新しい新入りの時計はこれです。これが新入り、これが昨日買った時計です。これはほら、ちゃんと秒針がスムーズに動いてるんで。招き猫さん、かわいい、ありがとう。シナモンロールはポイント高いの？いや、ポイント的には高くないけど、シナモンロールくんはかわいいので私のテンションが上がるってだけです。ちょっとさ、髪の毛ボサボサすぎるし、メイクも薄いから、ちょっとずつこの配信で可愛くなっていくよ。眠い。ちょっとでも目が覚めてきました。じゃあまずは今日はファンデーションも適当にしかやってないし、時計、秒針はカチカチ派。私は今回は秒針カチカチが嫌だったので、あえてカチカチじゃないのを買いました。もともとはカチカチするやつを使ってたんですけど、もうそっちが良かったわけではなかったんだけど、もう何にも気にしないでその時計を買ってたんですけど、秒針がねないやつで過ごしてみるとすごいね、時間に追われることがなくなった。そう、時間に追われることが全然なくなってとてもいいんですよ。なんかね、眠れない夜とかさ、
すごいさ、目ひでてきて分かった。本当？そう、眠かった、さっき。キキさんありがとう、シナモン。シナモンか。あ、山ちゃん、シナモン。あ、いっぱいくれてる、ありがとう。あ、なんか雲に乗ってるパターンと雲に乗ってないパターンがあるんだ。そして、おそらちゃん19人目ありがとう。そう、おそらちゃんズに今月も50人目指してますので、応援よろしくお願いします。ありがとう、山ちゃん。そう、なんだっけ、何の話してた、忘れちゃった、今。もうさ、ちょ、でも眠かったんだ、本当に今日は。今日はでも10分ぐらい昼寝をしたので、まあ そう、とりあえず棚はね、棚はまだ買ってないです。もう一個棚をね、買おうと思ってるんですけど、棚はまだ買ってないですね。棚と机と、そう、今月おさちゃんで入れてありがとう、毎月。招き猫さんありがとう、くもちなもん、てなもんくんありがとう、ゆたかさんもありがとう、ちなもんくん。ちなもんくんくれた分だけシナモンポーズするわ。いらないね。それいらないね。ちなもんくんの カチューシャあるので持ってこようかな。なんて、後でにしよう。なんかすごい肌が白く見えますね。気のせいなんですけど。はい、そしたらまずはこのね、色をね、私は多分一生 A ブロックになっちゃうんだと思う。なんか A ブロックに1回でもなったことある人は一生 A ブロックっぽいです。今日はなんか今回はプリンクの時よりも強い人たちがいっぱいいるみたいで、知らんけど、まあなんかちょっと大変なんですけど、頑張って、ちなもんくんは1を目指して頑張ります、とか言ってみます。ちょっと本当にメイクでね、まずは鼻筋大事なんで鼻筋を描きました。そしたらね、今日もほぼすっぴんじゃみたいな顔してるよね。まつげだけは最近すごいずっと上がっててくれる。なんでかわかんないけど、なんかそんな、なんかまつげのさ、あれを変えたわけじゃないけど、でも今まつげ美容液やっぱりもう一回始めようかなと思って。そう、まつげ美容美ちょっとごまかせない髪型したよね。まつげ美容液ってさ、なんかめっちゃ高いのは1万円ぐらいするんだけど、600円とかでも買えたりするんですよ。だからね、めちゃめちゃ迷うよね。まつげ美容液ってね、本当にね、本当に伸びるのかなっていう不安もあるし、毎日続けなきゃいけないじゃないですか。私もうそういうの無理だからさ、全然続けなくてもまつげ伸びてほしいし、強くなってほしい。 結構さ、ビューラーとかでさ強く上げちゃうか。でも見て、最近ほらまつげめっちゃ上がってるっしょ。これまだ朝さ、まつげ上げてから変わってないんだよ。触ってないんだよ。はあ、眠い。お目が覚めてきた私ですけども、招き猫さん好き、ありがとう。好きが止まらない。俺もめっちゃトルトンと。ちっち、でもちょっとニキビできました、最近ここに。昨日かな、痛いです。久しぶりに肌あれしてる。寝不足かにゃ。ちょっとすごい忙しいアピールしてるけど、そんな忙しくないです。皆さんの方が忙しいのは分かってる。でも私的には忙しいんだ。私的にはね、みんなにからして私は甘ったれた人生かもしれない。眠たい。今日なんかさ、まだ今から、目は今からやっていきますからね。安心して、今から目を作っていくから。みんなこの顔を見れるのは今だけだよ。今日はこの枠1時間 1時間やろうと思います。そし
で、とりあえず今日は時間負けずに一回更新はするんですけど、そのまま続けて1時間やっちゃおうかなと思っています。さすがに更新はした方がいいかなと思うので、よいしょ。まあ今日は初日なので焦らずにゆっくりとやっていきましょう。で、そしたら鼻筋のシャドウ、ハイライト。せいさんありがとう。リボン、ボンボンリボン、ポチャッコ、かわいいかわいい、ミシメル、ドルルラ、かわいいかわいい、チュッチュッチュ、かわいいフェスティバル、お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、ラナダダ、みんなでありがとう、ラダダラダダラダダ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 ダ。ハイライトって大事だね。急に鼻筋、ほらすごい鼻高くなりましたね、急に。はい、そしたらアイメイクやっていきたいんですけど、私が使ってるアイシャドウじゃない、あ、いや、そこにあるな、ちょっと遠いから待って、よいしょ、まあいい、まあいい、まあいい、えいじゃん。したら涙袋を変えていくよ。ショールームではこうがっつり変えてもいいという。うわ、ほら見て、で、はい、太いハブはね、ちょっと今日何もしたいのでどうしようもないんですけど、そしたらアイシャドウをしていくよ。今日はいいかな、今日もです。もうこれさ2年、え、これ結構ずっと使ってるよね。これもう買い替えた方がいいのかな。でもなんかどう思う？メイクの、あのメイクに詳しい専門家の方いる？いないよね。これいつ買ったかも分かってないしな。どうしたらいいんでしょうか。ちょっと涙袋さすがにやりすぎたなと思うんですけど、まあ大丈夫です。あればあるほど可愛いってマイメロのママが言ってた気がする。フィッシュメールポチャッコ可愛い、え、割れてきたらダメなの？そういうのあるの？嘘、本当に？可愛いフェスティバル、お祝いしましょう、可愛いフェスティバル、涙袋ちょっとなんかやりすぎた、やりすぎちまった。いいですね、ここらですよ。アイラインの出番だよ。ちょっと待って、キラキラが足りない、息が止まらない。いい感じ？よし、あとはねチークをもう一回塗るよ。チークは塗れば塗るほど可愛いって信じてやまない私が。よいしょ、
今から化粧してお出かけしないでショールーム用に化粧してね。ショールーム用に化粧してね。けなげ。はい。で、最後にリップを塗ります。赤リップはね、本当にショールーム映えするリップ。なかなかさん、ありがとう。レインボーさん、ありがとう。そっちゃんしか勝たん、ありがとう。したら、くしまつげは触ってないね、今日は。もうちょっと完成するまで。よし、超まつげ上がってるやん。したらあとは櫛を通して。今日はさすがにボサボサだな。今日のあの癖のつき方は良くなかったいつももうちょっと可愛く癖つくのに、今日はボサボサに見える癖のつき方してる。はい、メイクおしまいです。今日はあまり漏れませんでしたが、どうでしょうか。ちょっと濃いね。一髪は高校生ぐらいの時使ってたかも。最近はなんかあの無限マークみたいなやつ、なんて読むかわかんないけど、そのシャンプーを使ってます。あとはウルリスのピンクはずっと買ってるんですけど、そう、まだ使ってないです。このくらいの距離感の方がいいね。今日なんか変。博士とナノちゃん、こんばんは。受験さん、こんばんは。今日ちょっとメイク失敗しましたね。なんか思ったよりも漏れてないね。何が、何、どうしたらいいの。今日はちょっとやっぱり、今日ちょっと漏れてないな。今日一日中漏れてなかったってことか。泣いた。さえちゃん天才、こんばんは。こんばんは。髪の毛全然まっすぐならないし、今日は眠たいし、どうしたらいいんでしょうか。かわいい、ありがとう。ということで配信やってまいります。眠い。今日はね、眠たいです。今日はあの配信始める1時間前くらいまではお昼寝もせずとも全然眠たくなかったんですけど、今日は17時過ぎぐらいから眠たい眠たい。18時ぐらいから睡魔が襲ってきて、18時半でさすがに厳しくて寝ました。10分だけ。眠たいです。こんばんは、こんにちは、こんばんは。今日はメイクちょっと濃くなっちゃいました。これもう本当に全然ね、寝れる。頭痛い、治った。頭痛いって言ってたっけ私。治ってます。今日は
頭は朝頭痛かったんだけど低気圧だったね絶対と思ったけど、今日は薬も飲まずとも元気ではないけどまあまあ元気にやってました。ちょっと今日なんかあんま漏れてないからどうしたらいいんだろう。眠たい。 SNS そう、あ SNS フォローしてありがとうございます。今日はお昼に咳止めを飲みました。なのであんまり出てないかもわかんない。どうだろうみんな的にいつもの感じよりはまだマシかなと思ってます。眠たい眠たいよー。さっちゃんラブこんばんは。今日揃うと頭も重くなると思ったから。そうなの今日はね、今日はでも朝は頭痛いなーと思って、今日は本当に朝は頭痛くてさ、もうすごいどうでもいいこと考えたんだけど、気圧ってさあれなのかな、低気圧って山の上の方が低気圧か、山の上の方が低気圧か。なんか普通に今日朝いや頭痛いなって思って、でも山の上の方がその朝はね高気圧だと思ったの。だから今山登りしたら頭痛くないんかなみたいな話を自分の中で想像してたんだけど、山の上の方が気圧低いか。だって袋膨らむもんね。あれ重力？あれなんだ？あれ気圧だよね。懐かしい。ほら山の上気圧低いですよね。低気圧そうだよね。そうだから山の上に登れば登るほど低気圧の日に山の上に登ったらもう低気圧ぐらい気圧が低いんだよね。こんにちはこんばんは。そう咳止め飲んだから、でも眠たくない咳止めのはずだし、咳止め飲んだのほんと12時過ぎぐらいだからさすがに今聞くの遅すぎるんだけども、本当にね眠たくてねたまらないよね。なんでこんな眠たいんだろう。パジャマじゃないです、パジャマじゃないです、全然パジャマじゃないです。眠たい。目覚めて。私どうやったら目覚めるんだろう。本当に眠たいです。歌おう。カズテンありがとう。日本一。日本一ありがとう。部屋着。部屋着じゃないけど。1000メートルで100ヘクトパスカル下がる。ヘクトパスカル懐かしい。なんかあんまり私詳しくそこの勉強しないからさ。気圧とか。なんか中学校の時に受験対策ぐらいでやったぐらいな気がする。あ、苦手だったな、ヘクトパスカル。最近コーヒー飲んでないです。コーヒーっていうかカフェラテにハマったんですけど、カフェラテ飲むとねなんか胃がおかしくなる気がして、そう原因がそれなんじゃないかと思って最近は控えてます。この 2、3日。そうコーヒー家にあるんですけどね、それを取りに行くのも面倒です。眠いからね今めちゃめちゃ眠い、めちゃめちゃに眠たいよ。ここで配信しようかな。これ危ないかな。パターンってなるかな。いいやん。ベッドの上に置いて。漏れ使わなくていい。でも今めちゃめちゃ漏れない。眠たい。高速カプセルに入るといいよ。カラオケテンション、カラオケテンション上げようと思ったけど、イヤホンあるな、そこに。眠たい眠たいよ眠たいよ眠たいよ。わあ、オレンジクラッシュさんありがとうね。チナモンくん、雲のチナモンくん、今日メイク失敗した。ちょっとさすがにショールームだからって調子乗ってメイク濃くしすぎちゃった。ごめんね。ごめん。え、
UTZ さん、なんこれ、キングシナモン、これなんていうの、いっぱいくれた、ありがとう UTZ さん。そうちゃん20人目ありがとう。キングなんていうのこれ、キングシナモンくん、いっぱいありがとうね、ありがとう、嬉しいよ UTZ さん、ありがとう。オレンジクラッシュさんもありがとうね、ハート。シナモンありがとうございますちょっとさ、この価格だとさ、すごい本棚が映っちゃって困るんだけど、無造作な本棚が映っちゃう。いや今日全然漏れてない、まずい。ちょっと待って、一回イヤホン使ったらこっちに、なんでだろう、今日漏れてないな。何歌ったら目が覚める、ちぐはぐあるかな。ちなもありがとう UTZ さん、ありがとう。ちなもん、いや私本当にやっぱりどう考えてもあれを使うべきだったよね。あのあれなんだっけ、なんていうんだっけ、あれあれあれ、リングライト。さちゃん頑張ってね、頑張るよ、ありがとう、頑張るよ、ありがとうね。みさみさありがとう。ハート違う、なんだっけ、レインボースターありがとう。ラストまで間に合うかな。あ、混んでる。これ難しいね。
やったらさ、これなんかちょっと足りギュッてするあれが足りなくないかい？なんか緩くないかい、ネジが。だからそれ可愛い、それ可愛いなんて言わないで、言わないでなんて言わないで。あ、これどこに、ここにピッて刺して、あ、頭がないんじゃない、もしかして。ねえねえねえ、もしかして頭がないんじゃない？よいしょ。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごい。あ、痛い。私は痛くないけどね。よいしょ。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。はあ、疲れちゃった。あ、危ない、危ない。はあ、危なかった。よいしょ。これをちょっと待ってね、待ってね。よいしょ。やばい。あ、いいや。よいしょ。シナモンくんだからツインテールしちゃおうかしら。こんばんは。初見さんがいる。リューラック、なんかわかんない読み方教えてください。リューラックさん、リングライト新しくしたのかなこれ。結構何回目か使った。リングライト点灯式をしました。今こっそり。ねえねえねえ、ちょっと準備、ロマンティック準備中、ロマンティック。ひぃ、あれ、串なくなったな。串、あれ、串がなくなったよ。今まで使ってたのにね。本当に3秒前まで使ってたのにね。あー、みさみさ、ちなもんくんありがとうね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと、ちょっと、お姉さん、お姉さん、さっきまで私使ってたよね。え、危ね危ね危ね。え、食べた？もしかして誰か食べましたか？私のリングライトじゃなくて串。へえ、ないないないよ。あったあったよ。なんかさ、このリングライトさ、すごい明るすぎてさ、黒く見えるっていう、ね、謎のね、良くない現象が起きてる。これどうやって高さ上げるんだろう。これか、これ1個上げたら大変なことになるもんな。結構高いよね。これ合わせるの無理じゃないかい。こんばんは、松太郎さん、ハートいっぱいありがとう。ありがとう、待ってるよ、ありがとう。え、ダウンロード失敗してるんだけど、ラゲロ。あ、違う。よし。電波はめちゃめちゃ悪い。
止めちゃったよ。なくなっちゃったから。こんばんは。いい感じじゃん。いい感じだね。あ、シナマシオさんペンライトありがとう。ということでリベンジのもう一回だけあれ歌わせて。あと皆さんさっきさコメントくれてたけど、さっき準備中でさ、あの何歌ってんのコメント見逃しちゃったからさ、もう一回どんなコメント何に歌ってほしいかさ、あのお願いします、書いてください。もう一回書いてくれたら嬉しいです。歌えるかは別として、
ちゃ持ってる。あ、ただジャージなのバレちゃう。またやっちゃった。またジャージなのバレる配信しちゃった。もうジャージがないの、ジャージなのバレないわけないんだよね、この配信で。はい、ありがとうございました。シナバシオさん、ありがとう。それな、ミラクルペンライトありがとう。あともう一個私やらなきゃいけないのあるから。ここに来るとさ、目が超うるうるに見える、リングライトのおかげで。でもね、これ今までのリングライトよりもちょっと弱いからさ、光がちょっと、そう、昔のあの漏れ具合をしてたら足りなく感じちゃうね。こんばんは。更新、あ、もうそんな時間？あともう一曲ぐらい歌って更新して、あ、待ってました、ありがとう。確かにやっとこの曲をあの手振りありでやりましたね。ありがとう、待っててくれて。カズテン、
待ってました、ありがとう。そしてそらちゃんの23人目ありがとう。23好きな数字です、ありがとう。まみむめもめもめも見れないの、立ちつ手と手と手と手が触れて。オレンジクラッシュさんもシナモンくんいっぱいありがとうね。今日はシナモンくんヘアです。髪の毛がボサボサだったからなんだけどね、なんだけどね。最近喋り方変なんだよね、私自分でも思うんだけどさ、誰に影響されてるかわかんないんだけど、こんな喋り方しちゃうんだよね、一人でいるのに。ピエンピエン。髪の毛まあだいぶ伸びてきましたね、結ぶと実感するよね。大至急、あ、更新はするんですけど、更新しても今日はそのまま、あの間を空けずに配信するので、よかったら次の枠を見に来てね。とりあえずもう一曲ぐらい歌いたいけどね。あと何歌っ、あと何やる。シュキピ、シュキピも踊れないんだよね、 TikToker攻め。
ありがとうございました。この回はこの曲にて終わりにしようと思います。イエーイ。今日はちょっとさ、メイクちょっと濃すぎちゃってミスったんだけど、まあメイク薄いよりは濃い方がいいだろうということで、ちょっと濃いめなんですけど、次もすぐ始めるので、よかったら引き続き見に来てくれたら嬉しいです。そして今6位、ありがとうございます。シナモンくんはね、本当にシナモンくん大好きなので、モップくんの次にシナモンくんが好きなので、あのシナモンくん1位取れるように頑張りたいと思います。皆さんも応援よろしくお願いします。それでは今回のランキングを見たいと思います。13位、なかなかさんありがとう。12位、キキさんありがとう。11位、マネキネコさんありがとう。10位、サトちゃんありがとう。9位、ミサミさんありがとう。8位、シラバンショウさんありがとう。7位、ナンナンありがとう。6位、ゼンジロウさんありがとう。5位、ブッチャありがとう。4位、カズテンありがとう。3位、ヤマちゃんありがとう。2位、オレンジクラッシュさんありがとう。そして1位、ユーティーゼータさんでした。ありがとうございました。ということで、もうね、8時、20時からすぐ始めます。20時から次の枠始めますので、そう、今日は久しぶりにリングライトを最初出してなかったんですけど、踊りたいなと思って出しました。そう、よかったら次の回も見に来てください。イエス、行きバイシャー、行かない、ご飯もゆっくり食べていいよ。ご飯ゆっくり食べてね。ということで、また次の回で、そう、時計買ったんです、新しいの。これをあの枕元用にしました。ずっと見てて。ということで、またすぐ始めますので、しょうがしません、そんなこと。はい、ということで、また来てください。バイバーイ。すぐ始めます、20時から。バイバーイ。バイバーイ。分ぐらいはもう、ほら、あ、これが見やすいね。半分ぐらい、この指はもうね、ネイルないです。やだ、ウィアスエディパイシャー、行かない。だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あ、オレンジクラッシュさん、シナモンくんいっぱいありがとう。オレンジクラッシュさんありがとうね、ありがとう。キキさん、リボンありがとう。ネイル汚いんで、ほら、もう半分ぐらいは地爪、何も塗ってない。そう、なんかあの、なんだっけ、ジェルネイルって自分で爪切ったらあんまり良くないんですけど、もう伸びすぎて自分で切りましたので、断面がすごいことになってます。もうちゃんと削ってるんですけどね。ずーっと見てて、キラーン。そう、今日は珍しくツインテール普段は全然しないから珍しいですね。歌ってないと眠くなっちゃうんだよ、眠くなっちゃうんだ。そう、ちゃんと磨いてます。ヤスリ、ヤスリ、爪ヤスリで磨いてます。なんかないですか、歌う歌。自立しんで、このままじゃ終わらない、終われない、言いたい言えないけど重いのは嫌。ジャンボリミッキーないよ。あ、大統領いいですね、 TikTok つながりで。イヤホンつけてなかったわ。この一瞬でも充電しようと思ってたんだった。もうこの1分のことすら覚えてられないからね。ほんと、こんばんは、さーちゃん天才。どうも、そんな気がしてました。どうもどうも、そんな気がしてます。
助けるよっていうやつは二度と働けなくしてやります。先生いかがく、いや向こうが強引でさんっていう男の口にはレジを流し込んで固めてやります。お茶飲むよ、これからお茶飲んじゃうよ私は。かわいい、ありがとう。眠たすぎたんだ、やっぱね、こう歌って踊ってないとね、眠たくて寝ちゃうから私。そう、体育会系だよね、この体動かして目を覚ますって体育会系配信やってます。今日でもちょっと電波あんまり良くないかもしれん。あのカラオケするとやっぱちょっと重たいね。ちょっと髪の毛今日すごいひどいボサボサ加減。さすがに美容室行かんとな。そう、あ、マックンチナモンありがとう、ありがとう、かわいいよね、ありがとうね。雲乗ってんだシナモンが。そう、歌わないとマジで眠たくなっちゃうの、ずっと喋ってても。なんか喋りながらもなんかもう眠たくてね、脳で喋ってないって感じ、口が喋ってるって感じなの最近から思ってたんだけど。そう、眠たすぎる、なんかわかんないけどこの時間眠たいのよ。まあ夜だからね。キラさちゃん天才、あらがとう、あらがとう。なんかないかな歌。シナモン、かわいいかわいい、ちゃちゃちゃん、かわいいフェスティバル、お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、ダダダダダダ、ありがとう。もう本当にピューロ行こう、ピューロ行ってミラクルペンライト買ってくればよかった。ミラクルペンライト、あ、収益になれ、これと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 これか。これこっちはこっちなんだよな。早速月見食べたであります。いいな、月見バーガー明日食べよう。チーズ月見にしてやるんだから毎年毎年。ぶっちゃんありがとう、レインボースターありがとう、こんばんは皆様、皆さんこんばんは。こんばんは、なんかないかな、いい歌。あ、そういえば治りました。本当に口内炎だったっぽい。
スマホ熱中症わかる。私の携帯も今激アツ。恋泥棒知らないです。歌えません、歌えられません、歌えられません、歌えられませんね。少しもわかんないかも。なんかちょっとわかるのだったら今日やろうと思うけど、ちょっともわかんない曲ばかりだ。今回はどっちのシナモンさんが希望で、あ、どっちのシナモンさんなんだろう。でも雲に乗ってる方じゃないかと思ってるよ、私の推理は。多分雲に乗ってる方だとぬいぐるみもらえんちゃうか。地球大衆気になれ、クククククギョーセーラー、あのねくりおねすけてるハート、でもねるら見つかさないで、タンタタンタンタンタタタタタ、私じゃないなんて終わってんね。お題くれれば大喜利します。大喜利はしなくていいですよ。何歌ったらいいかだけ教えてください。ありがとう、5位だって嬉しい、ありがとう。5位、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 ありがとう、ありがとう、5位だよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、すごいだよ、ありがとう。はい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 、ちょっと眠たいからちょっと動いてる今。眠たすぎる、眠たいよ、眠たい。あー、くっとした。最近 TikTok 何踊ってんだろうみんな。何聞くかな TikTok。なんかないかな、ランキングから探そう。大至急大至急気になれ、私じゃないなんて待ってんねドライフラワー歌えないって結構やばいね。隣のトトロ歌いたくなっちゃう。うっせーわ、うっせー、うっせー、うっせーわ。なんかティクすごい、もうあの今時の曲ばっかりだ。三日月ってあの歌、君がいない夜だってみたい。あ、アドさんばっかりや。5位です。あ、ほんとだ、4位に上がってる。え、こんな1秒ぐらいで4位。ありがとう。人生リセットボタンポチってなんだっけそれ。なんかない、いい歌。みんななんだろう、何も思いつかないよ、思考が停止してる。笑ってよ、笑ってよ。はじめまして、リリンさん、はじめまして、こんばんは、はじめまして、はじめまして。トゥ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 、好きな曲歌うわ。せいさんありがとう。リボン、あ、聞こえたかな。リボンありがとう。せいさんありがとう。
この今日9日、 8 今日今日ちょっと何日か分かんないけど、もう半分達成しました。ありがとう。今月も50人目指してますので、皆さんお願いします、応援。今日8か、え、まだ8か、9でもないのか。今日は 8日で半、25人ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、そうだ、リーナベルちゃん、あれ行ってないの？もしかして夢の国から配信メタル行くって言ってなかったっけ？あのダッフィーたちの、ダッフィーフレンズ的な、ダッフィーのお友達がさ、気づいたらめちゃめちゃ増えててさ、私シェリーメイと、あの子なんだっけ、あの緑の猫もはや悪口、緑の猫なんだっけ、あの子と、あのこの子も名前出てこない、ここまでしか知らなかった、あの亀とか知らないんだけども、亀とか知らないけど、今サンリオだから今日はなんか踊りたいな。お、26人、待ってね。私が行くのは来週か。すごいね。超贅沢じゃん。なぎささん、ありがとう。チナモンキング。ありがとう。そして、あ、違うんだ。モッチー？モッチーがおそらちゃんズになってくれた。ありがとう。26人目。ありがとう。ウレピーマンです。緑の猫ってゼンマイ侍の抹茶、抹茶ってダメなの、あれ。全然ゼンマイ回る限りこの世をうんと楽しもう、お日様は沈んでもお月様が出てくる、この世は贅沢パラダイス世代すぎ、世代すぎ、超世代、ゼンマイ侍世代、本田空です。またクーラー、エアコンがなんか言ってる。でもかさん、レインボースターありがとう。ちょっとゼンマイ侍塗ったのかな。ゼンマイ侍塗ってあった気がしない。ゼンマイ侍の歌なのかな。あった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 。超世代、小学生の時、ゼンマイ侍の、うわー懐かしい。
本堀って感じの終わりだったね。すごい、ありがとうみんなに、ありがとうみんなのおかげ。恐竜ツアーの、ゼンマイ侍の話は一切覚えてません。あの全然あのゼンマイ侍の必殺技みたいなのも覚えてないもん。あ、店長27人目ありがとう、ありがとう。27人目え、すごくない？ 27 人すごい、50人なりそうあのだいぶはしょったけど、全違う、それ花かっぱなんだよね。花かっぱどうやったっけ、は歌じゃないや、あのあれ、春夏秋冬朝昼晩か、花咲きパッカン必勝団子系な、どうやったっけ歌ってか、どういうあの団子、あ、団子食べ、団子投げたんだ。そうだ、みんな、え、みんなもしかしてゼンマイ侍世代、え、嘘、みんな世代じゃなくない？そう、マクゼンマイ、あのなんかゼンマイなんだよね、侍。花かっぱ東京、え、わかんない、花かっぱの歌とか別にわかんない。花かっぱはね、ギリ世代じゃないんだよね、なんかもう中学生とかなんだよね、もう中学生もう中学生とかって気がする花かっぱ見てたけどね、見てたけどあんまり覚えてない、覚えてないっていうか、なんかその歌とか覚えてない。ゼンマイ侍は大好き、超世代だったもん、小学生とかだからちょっくんで口うつししてたわ、やばくない？あの普通におかしいよね。もしこれがコンサートのセットリストだったら、みんな感情を迷って反応できない歌うわ。そらさんの1個上なのに全然、あ、全然じゃなかった全然ゼンマイ侍じゃなかった、ちょっと言い過ぎた。ゼンマイ侍そんな見てなかったぜ。ゼンマイ侍見てないとかほんともったいないよっていう人あんま好きじゃないんで、わかる、わかるけど言っちゃう。
難しい。ゼンマイ侍はして天才すぎたな。なんかないかな、それ系。ゼンマイ侍しかないんだよね。シナマンショーさんもありがとう。ミラクルペンライト、なぎささんありがとう。レインボースターいっぱいくれてありがとう。君は僕の風ってどういう歌だっけちょっと AKB あんまり意外とあのもう覚えてないんですよね。全然テンテレの曲とか全然覚えてないよ。世界が一つになるまで、テンテレの曲全然、あの当時はさ、あの当時も歌ってなかった気がするもん。めっちゃ見てたけどね、テンテレめっちゃ好きだったけど、あの当時歌ってたのかな。なんかトウコちゃんみたいな子めちゃめちゃ覚えてんだよね。知ってるかな、テンテレ。テンテレ今もやってんのかな。こんばんは。テンテレとか最近アニメというかEテレ見てないわ。君可愛すぎてやばい。どうして生まれてきちゃったの。神様の優位性なんだ。すごい二次元くん、すごい褒め、え、めちゃめちゃ褒めてくれてる。これめちゃめちゃ褒めてくれてる。おかしなシスターズ、何それ。おかしなシスターズ、トウコちゃん存じ上げない。え、本当にトウコさんみたいな、トウコさんみたいな感じ。テンテレ懐かしいですよね。でも私はあのビットワールドが好きだったの。金曜日しかやってないやつめっちゃ好きだったなんかさ、小学生からしたらビットワールドってなんかちょっとなんか中学生とかちょっと お兄さん向けみたいなイメージだったの、私的には。なんかパソコン使ってあのゲームしますとか、ちょっとなんか話が難しいみたいな。おでんくん大好き。あ、私のおでんくんやん。それは私のおでんくんやん。おでんくんの歌ってあったっけ。おでんくんは今日もどうやった、どう忘れちゃった。おでんくんって歌ったっけ。ないか。おでんくんって勝手に始まって勝手に終わるおでんくん違う、これなんだ。ガングロ卵じゃ懐かしい。いや私はやっぱね、あいまいまい懐かしい。みんなも作ってあらもうと、これ超世代です。まいんちゃん同い年だしね、多分私の記憶が確かであれば。ビットルのビット芸人、ビット芸人手がんがたもじゃなんだっけ、あのちくわぶくんも可愛いやん。でもね、結局のところおでんくんが好きなんだよね。おでんくん大根おじいちゃんみたいなやつと、難しい。おでんくんめっちゃ好きやったな。おでんくんあれめっちゃ深いんだよ。おでんくんいつも 毎晩泣くんだよね。お母さん会いたいよって。切なやんおでんくん。そらさんと地味にジェネイヤール、確かにね。いや私でも多分妹いるし弟もいるから、あので、私小学校の頃ってあんま字がなかったって言われてて、そうだから多分ね、あの記憶があの割と大人になってからの記憶しか、大人っていうか小3ぐらいからしかないからかもしれない。おでんくんめっちゃ好きやったな。ゼンマイ侍、おでんくんめちゃめちゃ切ない。ミーフィーかわいいウスちゃん、ミーフィー大好き。
キーミッフィーさ何時にやってるか何曜日の何時にやってるか分かんないけどミッフィーって時々やってるよね。フレイミーってなんだっけ、え、フレイミーってなんだっけ、全然ゼンマイ回る限りこの世をと楽しもう、お日様は沈んでもお月様は出てくる、これは贅沢パラダイス、ゼンマイ侍今日もキリッと参ります。フレイミーワンワン、フレイミーなんだっけ、歌なんてあんの、フレイミーって。日本語で遊ぼう、ジュゲームジュゲーム、ココーの捨て切れ、カイジャリ水魚の水魚松、フライ松、フライ松、クーネルところに住むところ、ヤブラコウジのブラコウジ、パイポパイポパイポのシューリンガー、シューリンガーのグリダイ、グリダイのポンポコピーのポンポコナーの超キュメのチョウスケ。これ一回もちゃんと言えたことないけど、日本語で遊ぼうで、なんかみんなが早口で言ってるの見すぎて言えるようになったぜ、です。おじゃる丸の歌ってリリリリリ、おじゃる丸の歌あんのかな、てかシナモンくんのイベントってこんなアニメの話していいわけ、いいか、今更やな、なんかおじゃる丸いっぱいあんだけど選択肢、わかんないよ、わかんないよ、あっち向いてほいでおじゃる、しんどい、わかんないよ、ゼンマイ侍、なんか私が歌いたい歌ないね、え、おじゃる丸の最初の歌い出しってなんだっけ、どれ、まったり温度じゃないでしょ絶対、テレビで BGM だけだけどカラオケに歌詞あったの、え、マジ、ピタゴラスイッチ、あ、違う、めっちゃ祭り始まる、やめて、怖い、みんなおじゃる丸のさ、おじゃる丸のさ歌ってな、え、北島三郎さんのやつなの、わかんない、タイトル見たらわかんのかな、北島三郎、サブちゃんな、あれ、あれだ、めっちゃあれじゃん、歌人、調べてくれたでしょ絶対、ありがとう、本当に、うわ確かにおじゃる丸だ、Thank you.
く。確かに知ってる。電ボしか思い出せない。めちゃめちゃさ、そのあのマジでおじゃる丸意識して聞いたことなかったわ。1曲目てたろうさんありがとうね、ちなもんくん。あともう1曲歌える？歌えるね。お寿司、スズメのサンバ懐かしい気がする。お寿司のピクニックは一生わからん。
ありがとう。絶対この服にもらえないであろう。ミラクルペンライト、ありがとう。こんばんは。私、青函トンネルありました。あったけど、一番最初に函館に引っ越した時は、船で、いや、違うわ。電車で行ったわ。青函トンネル、そう、通りましたね。さよならあなた。天城越え、私歌えない。天城越えは歌ったことない。歌えるもんかな。一回かけてみる。歌えないわ多分。でも歌練習したことないな。石川さゆりさん、あ、絶対わかんないわ。歌詞がわかんないもん。充電ないから激アツ、激アツちゃんなんですけど大丈夫かな。このイベント乗り切れるの、この携帯って感じ。めちゃめちゃ激アツ。ということで皆さん今日はありがとうございました。本当に音が鳴ってるな、エアコン。またでもかさん、ハートありがとう。最後歌えなかったけども。みんなありがとうございました。今日は2時間。3位ですね、今。多分皆さん、一枠しかやってないからかもしれないけど。でもありがとうございました。今日は、上位に、出だし、18時から、ちょっと出遅れたんですけど。明日もこんな感じでやるような気がします。ちょっと。わからへんねんけどな。わからへんねんけど、明日は、20時と、23、あ、ちょっと適当なこと言えないね。19時と、いや、ちょっと明日は明日でお伝えしよう。どうしようかな。同じ。でも時間、明日は切れるような気がするから。ちょ、太郎さん、日本一ありがとう。日本一ありがとう。変なテンション。え、なんか配信終わると思ったらちょっと目が覚めてきた。なんでやねん。はい、ナチュラルななんでやねんが出たということで、そろそろ終わりにしたいと思います。終わりになります。ちょっとランキング読むな。あ、え、ちょ、どどどどどど
13位せいさんありがとう、12位マー君ありがとう、11位キキさんありがとう、10位サガさんありがとう、9位しんべヱありがとう、8位ラグジュアリーの客席さんありがとう、7位サーちゃんありがとう、6位ヤマちゃんありがとう、5位ぶっちゃんありがとう、4位善次郎さんありがとう、3位シラバンショーさんありがとう、2位なぎささんありがとう、そして1位オレンジクラッシュさんでした、ありがとう。確かに毎回あのいいね、1ヶ月をかけて1曲あの完璧にしていくっていう成長を知れるみたいな配信いいかもね、うん、その曲しか歌わなくなる、毎回1回歌おうみたいな、なんかあのなんだっけ、今夜この恋が、今夜この夜から、なんだっけ、今夜この夜、この夜から、今夜この恋が消えてもなんか足りなくね、今夜この恋が、今夜この夜、こんなんか足りなくない、もうちょっとタイトルなかった気がするんだけど、でもなんかさ、それをさあの言ってたよ、あの練習すれば覚えるって、記憶がなくなってもあの映画ハマりすぎやろ、あっぱれまたシナモンくんありがとう、今夜この今夜この夜から、今夜わかんないけど、そうぜひ見てくださいということで、皆さんありがとうございました、また明日やります、バイバイ。今日は皆さんたくさん応援してくれて、3位までしてくれてありがとう、2位も嬉しかったです、最後まで頑張りたいと思います、よろしくね、バイバーイ。今夜世界から、世界か、世界がじゃなかったのねでもバイバーイ、またねー。